おはようございます、皆さん。おはようございます。今日から2023年シーズン始まります。長いシーズンなんで、いい時も悪い時ももちろんあると思うんですけど、みんなで力を合わせて、みんなでどんな困難があっても乗り越えていきましょう。まあ、このチームなら絶対できると思ってます。球団制作のドキュメンタリームービー、トゥルース・オブ・ドラゴンズ。苦しいシーズンを経て、わずかに見えた希望の光。球団オフィシャルカメラが捉えた選手たちの真実とは。これから戦うシーズン、頑張っていきましょう。セゴー。なんとかこのチームで勝ちたいんで、まあ、そういうのを言っていい年齢にもなったし、立場にもなった、はい、やっぱ言わなきゃ伝わらないんで、まあ、誰も言わずに、ね、だらだら来たのが今の現状だと。こっちのマス、こっちのシュート、こっちのマス、 OK。まあ、ここだけの話も正直、まあ、私は。これが一塁も笑えるんですよ。吹き飛ばしてこんなこともあったな。話していただいたことっていうのは、もう怪我をしてすごく弱気になってた部分があったので、すごくなんか嬉しかったですね。僕が当然かけた言葉は、絶対多分忘れませんし、それはもう梅津との約束なので。いろんな方からは本当焦らずやれとか言われるんですけど、やっぱり焦りますし、焦ってますし、実際情けないじゃないけど、なんか悔しいというか、点が取れないとか長打が少ないとかすごい言われてるので、チームがそうやって言われて悔しいって思いもありますし、はい、そこをなんとか変えれるように頑張りたいなと思います。正直もう去年とかだったらクビだろうとか、もう終わっちゃうんじゃないかなっていうのもありました。まあ、和田さんにも一軍で試合出れて、その中で悩めるんだから、まあ嬉しいことだろうっていうふうにはもう言ってもらえたので、考え方もそれでちょっと変わったこともありますし、121球っすよ。ただの1試合じゃないっすよこれっていう感じ。この試合映像とともに、ね、野球人生終わるのかな。思い出すと思います、野球やめるまでは。ちょっと考えすぎてたかなっていうのはあります。深く深くいっちゃって、底なし沼に入ってしまったみたいな感じですけど。今から細川密着24時、試合後のご飯まで。ここでやる気もビデオか。ブラザーズ。トラワホーイ。グッドライフブラザーズ。グッドライフ。グッドライフ。いえ。カントリーズ。いいか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 。ずっと一緒になろう。いいの撮れた。いいと思う。いいの撮れた。三浦大好きいったっす。ファンになってるから。今年の活躍の秘訣の食事を
お前戻すな。いやまあ綺麗です綺麗綺麗。戻すな。この高橋の食いっぷりで最後の挨拶をしたいと思います。大ライスとともに。浩平さんの乳首を2ついただきます。送ってよ。顔食いづらいっすよ。いい時は持ち帰ってるんだけど持ち帰ってる感を出せない。お疲れ。そういう人なんだって思ったのが、僕初めて一軍行った時に柳さん車通って。なんかめっちゃ変顔してそんな、なんかめっちゃやってきたんですよ。家でめちゃくちゃあ最低っすよ。これはもう有料の情報っすよ、絶対。こっちのマッスル、こっちのシュート、こっちのマッスル。球団制作のドキュメンタリームービー、トゥルース・オブ・ドラゴンズ。2023年シーズン、球団オフィシャルカメラが捉えた真実の記録。129っすよ。この試合映像とともに野球人生終わるのかな。まあここだけの話しましょう。